海自動車営業所海自動車営業所所属車両を海営業所には地元のプロサッカークラブアビスパ福岡の塗装を施された車両が一台配置されていたが現在は廃車されている海自動車営業所は西日本鉄道のバス営業所の一つで主に福岡市都心部と海、島、末、かす地区を結ぶ路線を担当する営業所である管轄下に桜が丘車庫 早見車庫が存在し、桜ヶ丘車庫は坂瀬線を、早見車庫は、塩寺坂線、空港循環線を、主に担当している。営業所表記は境、福岡都市圏において、にもか導入が、最後になった拠点である。桜ヶ丘車庫かつては桜や、右表記の車両が存在したが、2017年10月現在は、右表記に統一されている。福岡市中心部としめ、 海地区を結ぶ路線である。1987年に、それまで、天神奇襲店だった系統が、大堀公園に延伸された。天神、博多駅から空港通り経由で、イオンモールを結ぶ路線。天神、博多バスターミナルから空港通り経由で、上海、原田橋、極楽寺を結ぶ路線。博多バスターミナルから空港通り経由で、JR 海駅を通って、極楽寺を結ぶ路線。 天神から仙台町、妙圏経由で、上海、原田橋、極楽寺を結ぶ路線、旧国鉄勝田線が痛いバスでもある、上海から締め経由で、四モールを結ぶ路線、福岡市中心部、四モール福岡と海営業省、末、新原地区を経由し結ぶ路線、博多バスターミナルから、福岡空港前、坂瀬、締め経由で、地を寺、福岡市中心部と月熊団地、 桜ヶ丘、ひばりヶ丘団地地区を結ぶ路線。早見車庫が担当する。福岡空港から、博多の森、一番田、新原経由で、海営業所を結ぶ路線。福岡空港から亀山、締め、新生経由で鞘を結ぶ路線。路線の詳細については、西日本鉄道博多自動車営業所、キャナルシティライン線を参照通常は、 空港営業所担当だが、アムステルダム行きのランプバスは、特別ラッピングで、海営業所の担当である。運用車両は、大型ノンステップバス2台、ノンステップ車両1台と、スロープ付け大型ワンステップバス4台である。蒸気車両は、空港内連絡バスの臨時便にも使用される。路線の詳細については、 西日本鉄道博多自動車営業所、都心循環線を参照海営業所所属車両の都心循環バス、100円ライナーその後もいすず、エルガノンステップ車2台が早見車庫に配置された。このうち9624号車は2020年3月21日改正で、南福岡線の一部が竹下営業所へ移管されたため、竹下営業所へ転出。ありがとうございます。